レベルに差がありすぎましたね。わよわお、最近ゆっくり実況のモチベが高めの男、抹茶です。モチベがあるのはいいことですね。キリタンです。マグロは猫飯の材料になったからいないよ。骨を川に流せば生き返る。ポケモンかよ。ネタがマイナーすぎる。詳しくは神王昔話で調べれば出てきますよ。そして今回はメインモンスターズクシアで。HQ、応答願います。メタルギアかな。襲撃を受けている。敵の位置は不明。受けてねえし今見てんだろ。行くぞー。うわー。年がたいな。そうわろた。しかも誰だよ捕獲ネット当ててきた野郎は。ポケモンゲットだぜ。骨にして川に流してそう。それは怖すぎる。それで今回は前半ね。激戦ネギを飼っていくよ。激戦を前に復讐がてらやっていくよ。大きくしてやる。それは復讐。一本残らず。骨かな。違うよネギだよ。川に流してやる。もうなんでもいいよ。呆れ果ててて、くっさ。それにビビって退きやがったなネギ野郎。激戦王の恥さらし。まだ出てねえな。王手王の次に強かったよな。何の感想だよ。知らね。予想だけど大ネギはトゲが黒くなりやすいとかなのかな。新版必須ゲーになりそうですね。常時黒トゲ状態。大7以上のクソゲーじゃねえか。ジジジ、常時。それは常時違い。テラフォーマーズ2等。っていうか飛躍のマナイの抹茶くん、瀕死状態してるくね。そう思ってないですか。リアドを見ても瀕死やな。意外、それはカジバ。ふふ、さすがだな七しくね。マジでカジバなのかお前。実はカジバじゃないんだなこれが。マジでなんなのこいつ。わしらには救えぬものじゃ。飯の影響で HP が低かったから一瞬で瀕死だったぜ。これで元気100倍抹茶パンマンだな。代わりに七しが瀕死になったよ。助けて抹茶パンマン。自分で回復したらどうですかね。予選脱でくさ。もなくは実際はネギの動きを見るので精一杯です。 HP は見てなかったらしいけどね。仕方ないね。そして来ました、ひるみはめかすタイム。久々に聞いたわそれ。ひるみはめかすタイム、それはひるみやダウンの連続です。相手がはめられるという、まあそのままの意味ですね。ということでネギは旬なうちに収穫しないとだよね。やっぱりトゲサロンへようこそ。ネギだけで十分ですよね。それはネギ成人な。この位置で前足に当たらないのっておかしくない。お前の後ろ足が好きだったんだよ。キラヨシカゲかな。立ち回りお上手ですね。まあそれほどでもあるかな。止めてねえよ。ちなみにトゲがない部位がど前足、尻尾、頭が弱点だよ。尻尾の根元が肉質60で一番柔らけえっす。まあ叩きループしてればいくやろ。脳死プレイヤーの鏡ですね。じゃん。そして今ネギの伐採に使っている武器がこれ。王道をよく殴りパンツの筆頭とも呼べるガイラドクくんです。あ、やべえネギくん弱った。早すぎわろた。敵戦王じゃないし仕方ないね。ガイラドクはたまに黄金ダンスに火力負けするけど汎用性は最強。柔らかい相手はこれで死ぬ。黄金叩くとか殴り黄金水のがいいって場面もあるよ。まあさほど変わらないけどね。そして転身に衣替え。転身転身転身。なお方向は防げない模様。転身だからできないこと。方向も転身で防げればいいのに。不動は息を引き取った。お亡くなり。川に流しとけ。蘇ってそう。でもこの立ち回りなら転身じゃなくて回避の総意で来ればよかったのに。方向のタックルも避けれるよ。おっしゃる通りでございます。高くあったのかよ。マルチだし回避よりこっちの方が被弾しにくそうだったのよね。まあすぐに終わったけどね。奴は歴戦王の中でも最弱。歴戦王じゃねえよ。ネギトロドンゴチでした。勝手に殺すな。今マグロの声が聞こえたような。気のせいでしょ。何はともあれ無事に終わりましたね。クリア時間は2分55秒でした。問題はこの立ち回りが歴戦王で通用するかどうかだな。とにかくネギの復讐は終わり、もちろんもう一体勝っていくぞ。衝撃的なのが、今からやる個体を抹茶は初めて狩るらしい。なぜ今まで勝ったことがなかったのか。アイスボーン間近で初プレイはくっそ。そんな初個体に今から挑んでいきます。それじゃ少しカット。古代樹の森の巣にいるのかなそいつは。空の王者がいるよ。それリオレウスやん。そうだよ。リオレウス初狩猟ってまじ。歴戦個体は初めて狩るよ。そういう。ということで後半戦は初の歴戦で薄。地味に戦ったことがなかったんすよ。ぶっちゃけ大差ない。わかる。それと俺も初見ね。わかる。っていうか回避の相違ってたのに避けられなかったんですけど。いつからそう寄っていたと錯覚していた。な、何を言って。はってないやん。気のせいだよ気のせい。めっちゃ変な声でごまかしててくさ。着ていたのは満身の相違か何かですかね。満身相違になる前に回避の相違を着ておけよな。満身の相違で満身相違。お、やんのかおめえ。あ、来れるもんなら着てみやがれこの野郎。こらこら喧嘩はやめようね。っていうかあいつ戦ってなくね。え、マジでいないのは草。来れるもんならむしゃむしゃ。手にやがれむしゃむしゃ。何食べてるんだおら。特産キノコうねえ。おめえも戦え。おめえが来いよ。アホですね。七志くんはどこで道草ならぬ道キノコを食べているんだか。おめえが早く来いよって話でしたね。特産キノコうねえむしゃむしゃ。アホですね。多分終わるまで来ないからこのまま手上がりをするよ。まるでテーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるな。それとさっきから足で会心出てるけど弱点だっけ。フロンティアなら肉質35は弱点だから弱点判定なんだね。これ別ゲーだよ。レウスは頭翼尻尾の順で柔らかいよ。今言っていた足は肉質35で微妙。剣道を狙えなくもないけど微妙。でも頭狙えないよねこれ。それはシャーなしだけどやっぱ微妙。そのイントネーション好き。勝手に分かってて。どうぞ。おっとマジで満身創痍になっちまった。さすが歴戦王最強候補だぜ。もはや何も言うまい。年がたいな。違う、そう思ってないです。ふざけんなよ。ええやん。一回外してたけどまあ許すわ。このまま殴って大回復するぜ。そんな回復もできる火力十分なガンスがこれ。
抗菌ハザクじゃなくてガイラハザクだよ。ゼウスに運用すると抗菌ハザクより強い、ガイラ毒よりは弱い、そんな感じ。何よりカスタムが他と比べて2つあるのがいいよね。回復カスタム、イズ、ジャスティス。これでアイテムなしで HP 満タンまでいけたぜ。なぎ払いの回復量がパネー。わーすごい、むしゃむしゃ。相棒、ナナシショス？ショス？たらショしているよ。なんか爆発音聞こえたんだけど。川が作られた音だよ。ナナシも流れようね。これは骨じゃない。そう、わろた。ナナシは流れないけど、レウスは流れるよ。自分で壊して自分で流れるのが魔法です。抹茶も自分から入っていっててくれ。例外に溺れていますね、これは。わしらには救えぬものじゃ。落ちる。そう思ってないですか。落ちればよかったのに。ど辛辣でくさ。柔らかダメージないけどね。わかる。ぬ、ふ、ぬ。掛け声が汚い。頭に降りれたわ。降りた位置は綺麗。そんなのどうでもいいけど、このダウン時間もかなり長いよ。ダメージソースだから、このまま弱点を攻めようね。攻めどころさん。やれ、殺せ。おめえも早く来いよ。むにゃむにゃ、あと10分。古代樹で寝るな。寝るかって。寝るギガンツみたいに言うな。なんなんだこのやりとりは。ゼウスが起きるじょ。誰か相棒の口を塞いで。むにゃむにゃ。まあ尻尾切り落としたし許してくれメンス。尻尾切断やめろ。ナイス。そしてお、ま、た、せ、満を持してナナシ様降臨。体質青を堪能した気分はいかがですか。最高っす。それは良かったですね。声が笑ってね。もう瀕死だろうからか企画だな。不動の創意を羨ましく思いながら切るぜ。遅れてさせん。許され暇をもて遊ぶ神々の遊び。ここまでテンプレ。ハモリボイスって綺麗じゃないね。わかる。とりあえずリオレウス、てめえはダメだ。理不尽な刃がリオレウスを襲う。剥ぎ取ったらみんなで川に流そうね。せやな。それとタイムは3分16秒でした。ペアだし普通だったんじゃないかな。迷子のナナシちゃんは取れ高ですね。まさか迷子を編集されると思わなかった。俺は編集するよ。強く言って。それじゃ今回はこの辺で。マグロが復活するから次は4人でオークシャかな。予定だけどね。やっとツッコミ役の復活か。そうなるな。あれ今マグロの声が聞こえたような。気のせいだよ。今回の動画が面白かったら高評価お願いします。そんじゃ、あたしたバイバーイ。